まず入り口から、この巨大な丸太、これを乗り越えてきます。乗り越えてきて、次にここから斜面が始まるんですが、この斜面に配置されたこのウッズを乗り越えます。前半のウッズエリアから次にこの岩盤に入りますが、そこの、トラクション の、 その変化ですよね。そういったところもライダーにとってはとてもテクニックを切り替えるポイントになります。これが 150m の高低差がある、大岩盤セクションです。ここまで登ります。